健康全書、レタス。項目のほとんどは、食事に関する事柄であり、健康と食の関係を、前書が重視していたことが伺われる。健康全書は健康と幸福について書かれた、中世の養生君であり、11世紀のアラブ人である、イブン・ブトラーンが、バグダッドで学んだ医学をまとめた書物を元にした、写本である。特異ム・アル・サイヤは直訳すると、健康表という題で、 その通り健康のため留意すべき点が表となってまとまっているものだが最初から図版がついているわけではなかった。それが読者を啓蒙するために北、イタリアを中心としてラテン語に訳されて写本となり豊富な図版が添えられた健康全書となる。全書はトレチェントの絵本であり名ばかりの医学書とも言われるが食物や植物の有益な あるいは有害な性質について詳細に記されていて、健康にとって重要な6つの要素を系統的に並べているだけでなく、当時の日常が生き生きと描かれている。1895年にオーストリアの皇室が持つコレクションから図版付きの写本が発見されたことがきっかけとなり、ヨーロッパ各地の図書館に類似した写本が存在することが次々と報告された。 これらの写本には優れた絵が収められていたとはいえ、同時代のフィレンツェを中心とした14世紀のイタリアが誇る作品群とは比べようもなく、すぐに熱心な研究対象とはなったわけではない。しかし1950年代にはパリやウィーンで写本の展覧会が開かれ、目録や研究所が出るなどして、より多くの人々がその価値を知るところとなった。1980年代には、 装飾写本一般への関心が高まったこともあり、ファクシミリ版で写本が出版され、研究も盛んになっていった。健康全書から、ニンニクの栽培、14世紀頃、15世紀には、ある程度の数が揃っていたことから、されるのの、されるの洋上君レジメンサンティティスサラーナタナムほどでは、ないが、一定の知名度を得ていたことが推測される。中世の終わり頃には健康全書は、 西ヨーロッパにおいてよく知られた書物になっていた。現代のイタリアで時のという言葉は、ポケットサイズの敏ン,ンや、手引き、雑記帳などを指す時に使うほどである。14世紀の写本しかしこの時代はそもそも、写本自体が高価なものであり、健康全書がわかりやすく、よく知られていたからといってそれがそのまま図版まで入った、装飾写本になったことを意味するわけではない。 また医学というテーマが、装飾者本一般にそぐわないものであったことや、大きな差し絵が付けられたことで、厳密な意味での表ではなくなってしまったことにも注意が必要である。しかし、それでも、前書が今ある形で、装飾者本にされたということは、国史病をはじめ薬病が流行していた、当時の人々が、健康や、それに関する知識に寄せた関心を伺わせる。だがやはり誰が、 いつ、写本を作ったかについては、はっきりしない。しかし山辺の子が指摘するように、ヒポクラティスの流れを組む、イスラーム医学と中世ヨーロッパで栄えた、ミニアチュール文化が出会い、成立したものが、健康全書なのだということは言えるだろう。イー・ウィッカースハイマー、レタキニーサンティティスイルールトラダクションアルマンドパール、ミヒエルヘア、ビブリオテック D、ヒューミニズムイルネッサンス12950、 85から97、AB 区北直江。中世ヨーロッパの食用性。2012年4月12日閲覧。ブルッチャビトフ婦フト、ザ・トクナム・サンティティス、エーロンバード・パノラマ・ヘスタ 17.1P50、山部のり子、健康全書、トクナム・サンタス研究所論。奈良女子大学文学部研究教育年報第一巻。奈良女子大学。2005年3月31日。 102ページ。山部の子こ前景論文107ページ。AB 山部、の子こ前景論文108ページ。山部の子こ前景論文103ページ。マジスター・ファーゲアス・イン、ナポリトック、レスポンシビリティ・ホーントランスレーション・イントゥ・ゥラテン、イン、エーマニュースクリプト・イン・ザ・ビブリオテック・ナス・ヤナル、パリ。 S m s ラット1 5 3 6 2山部のりこ前景論文104ページビトフフト1978リスクセスザトクナインザナショナルライブレリ,リーズオブパリアンドビエンナアンドザビブリオテカキャサーナテンスローマカーマリアアプセマーパブリッシュドエーコメンテッドファクシミリオブザミズ1041ヘルドインザライブラリーオブザユニバーシティオブリエージュエルアートデビーブルエンヌサンテ イメージズイレイセットジュマヤヌアーゲレ、トクナムサンティティス、デラビブリオテックニーベルシテアデリエージュ、エ、ディーデシーアプセマー、リエージュ、1991、山部のりこ前景論文105ページ。ありがとうございます。